高円宮家の典子様が出雲大社の神職千家国麿さんとの結婚式を終え、先ほど皇族の身分を離れました。結婚式は午前11時から出雲大社の拝殿で、新郎新婦の親族のみ21人が出席して執り行われました。典子様はおすべらかしという髪型で、祖母三笠宮妃百合子様の上着高知着を着て式に臨みました。その後、代理人が市役所に婚姻届を提出し、典子様は皇族の身分を離れました。滞りなく済みまして、私もほっとしております。今までと変わりなく、大変に愛情を注いでいただいておりますし、また私も愛情を注いでおります。今日は台風が近づきまして、心配をしておりましたけれども、無事に済みまして、大変心が晴れやかでございます。